ダニエル・エルズバーグは、アメリカ合衆国の経済学者、各戦略研究者、平和運動家。ファイル、ダニエル・エルズバーグ再開アトリスト、ファイリングキャビネット .jpg ミシュガン州、デトロイト出身。1952年、ハーバード大学経済学部卒業。ケンブリッジ大学に留学。1954年、アメリカ海兵隊に志願し入隊。 1957年、中位で退役。後ハーバード大学、ランド研究所、アメリカ合衆国国務省に勤務。1961年の論文で、経済活動の意思決定理論をめぐりエルズバーグの逆説と呼ばれる現象を指摘した。1964年、アメリカ国防総省に入り国防次官補、ジョン・マクノートンの特別補佐官に就任。 1965年、ゲリラ対策顧問として、ベトナム戦争に参加。1967年、ポーター辞席大使の下で、ベトナム戦争の平定計画担当補佐官。こうした中、米国のベトナム政策に批判的となり、高派からと派に転向。1967年7月国防総省から、ランド研究所に移った。1971年、 自らも執筆に加わったベトナム政策、決定過程に関する国防総省秘密文書、ペンタゴン・ペーパーズをニューヨーク・タイムズやワシントン・ポストなどに持ち込んで暴露し、世論に反戦を訴えた。合衆国法典793条違、e、行違反に、問われ起訴されたが、ロサンゼルス連邦地方裁判所で、公訴規格の判決を受けた。以来、軍縮の研究を続けつつ、 平和運動に参加、米国で核廃絶を目指す超党派の運動隊、マンハッタンプロジェクト2を主催する。1978年8月8日、共同通信に、1950年代末から10年間、米軍岩国基地に核兵器が貯蔵されていたのは確実と述べた。1981年5月23日、ワシントン DC で記者会見し、 1959年から1961年にかけて1.1メガトン級の水素爆弾や戦術核兵器を積載した揚陸艦が米軍枠国基地に停泊していた。基地地下の核農庫にも核兵器が貯蔵されていた等と証言した。1978年10月1982年1994年に来日した。ありがとうございます。